ギガ連射。さあやっていきましょう。今日やっていくのはこちら、クターの E ダンス。E て。E てって気がするね。多分 E ガールズとかの時代に作られたゲームなんじゃないでしょうか。最近は E ってくると E スポーツの E って感じですね。E メールの E かもしれんな。まあいいや。エレクトリックじゃないのかな。まずはあらすじから。笑っているのか泣いているのかさっぱりわからないが、クールで EX ダンスを決める驚異の無表情キャラクター。テクノアイランドのミュージックシーンで、今年大ブレイクしたクターたちのダンスグループがドームコンサート。グループ全員でクールなダンスを決めつつ、会場から飛来する様々な障害物をリズミカルに叩き落とそう。弾き落とそう。グループとタイミングが重要な直感型リズムアクション。いいダンスはいいダンス。それが答えだ。うるせえ。うるせえ。多分このドームってあれでしょうね。札幌ドームでしょうね。クターの世界だからね。ほー、また。また、マニアックなメンツですね。ヨシタン、聞いたことない人。ヨシタンって人が1位を取っている。そして2位はシリウス280。3位は2009の人。4位アズサ。5位ミホシ。全然なんかランカーの名前が上にないね。不思議。このゲームはちょっとまたね、違ってくるのかもしれませんね。他のゲームとはね。わからん。ヨシタンって人が覚醒している。まあやってみましょうか。なんか、リズム系かなって思うんだけど。リズムゲー系かなって思うんだけど。あ、なんか。何すりゃいいの何すりゃいいの、チューチュートレインじゃん。ゼロ。わからん。何かよくわかんなかった。左右からお邪魔ないというのが飛んでくるんだって。それをこう弾いてあげる。左クリックで弾く。そういう感じ。クタ自身は右に左にこう体を揺らすことができるわ。全然動き合ってない。動きに合わせたらポイントがもらえるとか、そんなことはない。地蔵。この地蔵。ダメだ、面白すぎる。一人だけこのグルーヴを奏でてる。グルーヴの中心で地蔵してるの面白すぎない。真顔でこっち見てる。面白すぎないこの人。一切動き合わせようとしない。この会場はそしてどういう状況なの？殺しにかかっとるんだけど。ダンベルはまあ許すとしてもさ、爆弾はおかしいでしょ。爆弾はおかしい。あ、なるほど。へぇ。今ね、1回のクリックで済ませてたからあれだけど、2回クリックするとダメだったんだ。死にました。えい。ああ、何もないところで叩くとダメだね。この後ろのメンツが変わってるかどうかだけ確認したい。あともう一つ。下のメッセージも確認したい。下のメッセージ確認します。左右から、ん？左右からお邪魔アイテムが降ってくるので、ね、お邪魔アイテムが降ってくるので、ね、タイミングよくマウスの左クリック、右左クリックすると対応してくる。ぐる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 、マウスのクリック回してぐるぐるすると、余裕があるとき他のキャラに合わせながらマウスのカーソルを回してぐるぐるすると、少しアップするらしいです。そして、白抜きのコツ。はい。遊び方と同じコツが書いてあるってどうなんだろうな。まあ、あまり深く考えてはいけない。これラスト。いろいろ学んだ上でのラスト。あ、やっぱ後ろのメンツ違いますね。さっきアフロのやつがいたんですよ。で、アフロのやつがいないかな、いるかな、いたかなとかと思いながら。ほー。
なんか初見で結構いけたの、あれ運が良かっただけなのかもしれない。これラストにします。これラスト。あ、アフロいる。あう動く。この踊りに気を取られるとダメだね。逆に、あーちょっと、あ、ピカクターが邪魔してくるなんてこともあるのね。ピカクターという野獣つうかな、熱狂したファンが。やっぱこの動きに合わせて細かくポイント稼いでいく。これぐるぐる しなくちゃダメなのか。前後ろの判定あるみたいな。前後ろの判定ある、ある、あるっぽいね。前後ろ判定あるな。横だけじゃないね。横だけじゃない。これ横に動いてる。ちゃんとぐるぐる回してあげないと。なるほど。ぐるぐる、ぐるぐるだったんだね。左右にステップしてたわ。一人こう、ぐるぐるじゃなくて、なんつったっけ、シャトルラン。シャトルランじゃないな。この左右に跳ねるやつ、左右にやるやつ、あ、反復横跳び。反復横跳びしてた。横跳びしてないか。こう、ちゃんとこう、前後ろと、前から体を、後ろからぐるっとこう回していくっていう動きをしていかないとダメだったんだね。地蔵面白いけどな。地蔵面白い。厳しい。地蔵面白いけどね。地蔵。もう踊る余裕なくなってきたから。弾くだけで精一杯。で、全然動き合わさない。音がいいね。ほう、なんか、うすうす気づいてたんだけど、ちゃんと手の位置で弾かないと、ちょっとでもこう、手の内側とか、向こう側とかで弾くと、遠目で弾くと、ダメっぽいっすね。結構なんか、たまたまうまくいってただけっぽいね。なるほどね。1位、その10位以内に入るのは、厳しい気がするな。だいぶ長丁場になるしね。ここまでにしときますか。クタのいいダンス。まあ面白いです。リズムゲーかなと思って拒んでたんですけど。意外とそういうタイプじゃない。シューティングみたいなタイミングゲーでした。興味ある方はぜひやってみてください。ほんなまた。